日本の未来は明るいよ。インバウンドまだまだ売るものある。目指せ年収2000万モテ企業塾。また記事を、はい、テーマ何ですか。インバウンド、まあ、ざっくり言うとインバウンドなんですけど、あのもう一回太っちゃうやつですね。あ、それはリバウンド。リバウンドね。ちょっと記事をまた読むんですけれども、はい、今回は中国人、1140名に対し、はい、海外旅行に関する意識調査を実施、はいはいはい、で行きたい国の第1位が日本になったと、うん、で日本に来た際に購入したいもの第1位が化粧品、うん、で具体的に購入したいブランドや、うん、企業を調査しました。なるほど。ということで最近外国人観光客の方、うん、結構街でも見ますよね。いやめちゃくちゃ多いよね、うん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 、この前フィリピン行ったじゃないですか僕、はいはい、帰ってきて、うん、成田、うん、そこそこの時間だったんですけど、うん、遅い時間だったんですよ。乗り遅れちゃったんですよね。あらセブパシが遅延しやがって。あセブパシはもう、はい、信じたらダメですよ。でも初めて空港から全力で走ってたんだけど間に合わず、はい、乗り遅れで真夜中の便成田空港の食い物屋全滅してる時間帯にシューって帰ってきて、はい、ビビりましたよ入国のとこで。あ入国審査やっぱかったよあの長蛇の列。えこれ何時間か今日中にこれ入国できんのぐらいいた。あそうなんですか、うん、で俺は日本人だから、うん、もうなんか、まあ、もう一瞬で行ったんだけどあれを見てちょっと嬉しくなりましたね。うん、こんなにたくさんの人が日本に来てくれるんだと思って、うん、そうですね、うん、私も明らかにこう旅行客の方だなみたいなのを見ると、うん、もう嬉しいなって嬉しいよね。嬉しいです、うん、シンプルに嬉しいですね、うんうんうん思ったのが、うん、私はシンプルにいろんな国の人が来てくれて、うんまあ、日本楽しんでくる桜とか、うんうん、嬉しいなで終わりですけど、はい、なんか経営者目線で見ると、うん、なんか違うものが見えたりとかするのかなって思ったりするんですけど、うん、インバウンドね、はい、業界にもよると思うんだけど、うんね、家事代行とかだとさ、うん、あんまり直接的には旅行客に対して何かっていうのはないじゃないですか、うんうん、そうですね。もちろん飲食とかそうだし、うん、物販そうですね、うん、とかはものすごいことになって、はい、あともちろん旅行業ね、うんうんうん、とかは大変な恩恵があるんじゃないかなと思って、まあ、うちとかもまあ例えばエアビーとかさ、はいはいうん、ああいうところがどんどん増えていったりとか、うん、ホテルがどんどん増えていったりしたら、うん、そこに対してのその清掃とかね、うん、いうまあこれまた別のビザが必要だけれども、うん、そういうところにこう広げていくっていうのもあるのかなとか考えると、はいはい、まあ単純にたくさんの人が日本に入ってくると、うん、多くの日本人のビジネスが潤うんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、そうですね、はい、で今回のこの記事なんですけど、うんまあ、中国人の方に調査して、うん、行きたい国の第1位が日本で、うん、さらに来た際に購入したいものの1位が化粧品なんですって、うん、なんか私のイメージだとちょっと前まではあの中国人旅行客、うん、爆買いとか言って、うん、なんかトイレのウォシュレット、ね、いや分かる分かるイメージがあったんですけど、うん、全員ウォシュレットを首にぶら下げて帰ってるイメージだったね首にぶら下げて待って、うん、いやいやいやあったあったなんかもう逆にウォシュレットのイメージしかないぐらい、うん、ウォシュレット買ってた気が してるんですけど、うん、なんか化粧品になってるし、うん、あとは購入した項目の調査をしてて、うん、1位がその化粧品香水、うん、2位がお菓子、お菓子ね、多分お土産とかであれするんですか、はいはいはい、で医薬品3位が医薬品、うん、4位が衣類、うん、で5位がその他食料飲料タバコ続いて、靴カバン革製品、うんうん7位が健康グッズトイレタリーここに入ってくるんですかね、うん、そのでも7位なイメージなんだ結構下ですよね、うん、なんかカバンとかより下なんだみたいな感じですけど、うん、で特にそのこうあの化粧品ブランドの中では、うん資生堂さんが一番、うん、あじゃあもうガチに化粧品だね資生堂ってことはガチに化粧品あれか基礎化粧品とかじゃない？あ強そうなの日本。そうですね。なんかそうですね、うん。はいはいはい。だって私フィリピンにいた時に、うん、日本の化粧品有名だよねみたいな感じに言われてて、あそうなんだ。いやあんまりピンとこなくて、うん、私自身が、うん、えそうかなみたいな感じで言ったら、いやだって資生堂とかはやっぱりお金は高いけど、やっぱ日本製は何でも物がいいからみたいな、うんうん、肌にいいみたいな感じで言ってて。うん
やっぱりそうですね、社長の言ってるように基礎化粧品があれなんですかね、うん、なんかあの辺のすごいクオリティが高いイメージがあるね、うん、なんなら日本人が一番安いものを使ってんじゃねえか説もあるぐらいだね、うん、プチプラって、そうそうプチプラ、プチプラコンビニコスメみたいな、いやそうそうそう、印象ですけどパッケージがとってもおしゃれみたいな、ああ、なるほどなるほど、まあお土産にするにはちょうどいい、なるほどね、うん、あ確かにちょっといいものの方がいいもんね、お土産だと、うんうんうん、そうですね、うんうん、だもうあれですよ、首からウォシュレット下げてる時代ではない、時代ではないんだ、近っていうとそう韓国の化粧品の方が、うん、そうアジア圏で言ったら、うん、なんか有名なイメージがあったんですけど、うん、その韓国がどうこうとかじゃなくて、うん、日本のやつって、うん、なんか変なもんが入ってないイメージがない、はいはい、いや別に韓国のも入ってないと思うんだけど、うん、日本のブランドとにかくなんか、うん、そういう意味では買っとけば絶対おかしなことにはならないみたいな、 ある種のその日本ブランドみたいなのはあるんじゃないかなと思ってて、だから最近の日本製品の不祥事とかあるじゃん、もうああいうのが本当に嫌なんだよね、なんか価値下げんなよみたいな、そうでもまあ日本のその安心感はあるのかもしれない、あの日本人でもあるじゃん、なんか国産だから安心みたいな、まあそういうのに近いものがあるのかもしれないね、うん、昔中国の方みんな家電を爆買いしてたじゃないですか、うんうんうん、それをもう買わなくなったってことは日本じゃないまたは中国国内でこういい品質の良い家電が買えるようになったってことなんですかね、うん、家電はね、うん、多分そうだと思う、へー、うん、ちょっとね家電系はもうだいぶやられちゃってる感じがするよね、でもなんか中国コスメも最近有名なんですよ、うん、あそうなんだ、はい、だから同じ何流れ、うん、が来てんじゃないかって思って、あいやでも来るんじゃない全方位的に、へ、うん、それはなんかやっぱ中国コスメもさっき言ったようになんかパッケージとか可愛いんですよ、うん、で別にそのなんていうの、まあ変なもの入ってないし、うん、なんか発色とかもいい、うん、からそのアイシャドウとか、うん、あの口紅とかそういうのが最近結構中国コスメもいいぞって注目されてて、うん、でもそうなったら次日本は何を押していけばいいんだろうって思って、ね、そう今は化粧品買ってくれてるけど、うん、次じゃあちょっと美味しいお菓子を頑張って、お菓子はね俺ねそこそこ勝ちきれると思う、はい、あ狙い目はお菓子ですかね、お菓子はもうすでに勝ってると思うけど、へなんかこの前記事で見たけど日本のお菓子のサブスクビジネス、うんの会社ね、50億ぐらい売ってるのかな、へえ、日本のお菓子、日本のお菓子を外国人に向けてサブスクで送るのよ、へえ、定期便で、それがむちゃくちゃ売れてんのよ、へえ、うん、そうなんだ、そう日本のお菓子がでもとんでもなくクオリティ高くない、いや美味しいです、美味しいよな、うんうん、あの海外のお菓子も別に美味しいと思うんですよ、私そのフィリピンでもなんかポッキーみたいなやつとか、うんあるんですけど、うん、カッパエビセンみたいなやつみたいな、うん、でもなんかわかんないけど絶対日本のポッキーとか日本のカッパエビセンとかの方が美味しいんですよ、うん、で別に食べれないほどまずいわけじゃないんですよ海外のものも、うんうん、なんでなんかわかんない、もうなんで日本のものってこんなに美味しいんだろうって思いながらいつも、うん、間違いないね、うん、でも確かにそうだよね、あのもともと家電は日本がね、うん、席巻してたのが、うんそうでもなくなり、まあ、化粧品も他が台頭してきて、うん、お菓子も追いつかれ始めたらどうすんだろうねこれ、困っちゃいますね、うん、ちなみにお菓子の次、うん、何医薬品です、あ医薬品戦えそうじゃないですか、医薬品は戦えないでしょ、そうなんですか、うん、だって一時期医薬品もなんかすごく日本で買って中国に送るみたいな日本の薬を爆買いする流れありませんでした、え例えば何、台湾の友達、台湾人の友達がいて、うん、あの龍角散、はいはい、龍角散は絶対買ってきてくれって言われました、うんうんうん、日本に帰ってきたら、うんうん、あでもねそういう意味で言うと、はい、そのレベルのはいけるかも、あ、うん、ヨンさんガチの医薬品、あそう病院で使われてるそうそう処方箋必要系の医薬品とか、うん、まあでもコロナとかではっきりしたじゃないですか、やっぱりワクチンもいつまでたってもできないし、うん、もう研究開発費にどれだけかけられるかだから、うん、多分ね金持ってるところに勝てないの、あだそういうところはどんどんきつくなってくると思うけど、はいはい、龍角散とかはあるかも、ちょっと気の利いた日常使いのやつね、うん、はいはい
そうです、そうです。それ系は日本得意だから、そういうのは。そう、細かな気配りが。そう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 、そうそう。でうち の, そのフィリピン人のスタッフも龍角散みんな好きなんです。やっぱり季節の変わり目とか、うん、やっぱみんな寒いのとかは苦手だから、うん、龍角散冬場になると常備してるとかっていう子も結構いて、うんうん、でなんかうがいの習慣とかフィリピン多分彼女たちはきっとなかったんでしょうけど、日本来てからイソジンやってるみたいな、うんうんうん、そういうのはいけそうですかね、うん、それとああいうちょっとした日常使いのもののクオリティは、うん、半端ない、うん、例えばあのさ殺虫剤とかもさ全然わかんないけど、うん、フマキラーのクオリティとか、うん、世界一だと思う。あ、いや知らないよ、知らんけど、何にも知らんけど知らんけど、なんかあのジー君を殺すやつのさバリエーションとかやばくね。いやいや、なんか確かに、うん、選び放題。そう、ああいう便利グッズ的なのめっちゃ強くない、うん、なんかちょっとこれあると、ね、みたいな、うん、じゃあ化粧品の次はお菓子が来て、うん、その次は医薬品が来るかしら。そうだね、これです、うん、医薬品の中でもちょっと日常使い系のやつ、うんうん、クイックルワイパーみたいな。あーあー、そうですね、ああいうなんかシート一つの完成度とか、うん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 、日本はああいうとか強い。いやー、なんかあのあれです、ウェットティッシュとかのシート一回わかる、ちゃんと閉まるのが日本って思いますね。わかる、いろんなものの切れ目とかね。あ、そう、あのなんで海外のこんなになんか出来悪いんだろう。なんかあの不親切ですよね。不親切、不親切。そうそうそう。そういうなんかちょっと日常何気なく使ってるものはあるんだけど、うん、ちょっといいみたいな、うん、ちょっと気が利いてる、うん、隅々まで、うん、そのサービス精神があるみたいなのがやっぱ日本の本領だと思うんで、うん、そういう小さいとこで勝負してみましょう。うん、なんか文房具とかどうですか、なんか書きやすくないですか、日本のボールペンとか。書きやすい、書きやすいです、うん、消しゴムも絶対消えるはず。あ、消えないですよね、うん、なんか粉だけ出てきて消えないですよね。そうそうそう、黒くなっちゃうしさ。そうそう、いやもう生き死にのレベルにはなんないわけよ、うんうん、なんだけどやっぱり文明が発達してきたり、うん、暮らしが少し良くなってくるとちょっとそういうところで贅沢して、うん、少し高いけど、うんうん、すごく心地のいいものを使いたくなるじゃないですか。うん、そうです、ね、うん、そういう人たちが退去して日本に来てるわけだから、はいはいはい、もうその辺はガンガン売っていくべきだ。いや、ちなみにその次は何？お菓子、医薬品、うん、衣類。衣類、衣類か。ニュースで見たのは日本の古着がすごいっていう話はよく聞く。なるほどね、はい、リペアの技術がすごいっていうのと、そういうものを丁寧に扱ってるっていうところで、うんうんうん、古着の店が人気だったり。まあでもさ、ワークマンとかもすごいぜ。古着じゃないけど、ワークマン、ああ持ってます。持ってる、なんかワークマン女子、ワークマン女子、うん、かっこ仮、うん、あの山に登るとこ時があって、山で言うて高尾山なんですけど、うんうん、レインコート、上下のレインウェアみたいなのを買ったんですけど、うん、もう上下セットですごい安いんですよ。2000円とかで買えて、うんうん、別にデザインもすごいいい感じのデザインだし、でそれ着て友達と山登ってたんですけど、なんか、かわいいね、どこで買ったみたいな、でワークマンでみたいな、全然わからんみたいな言われて。安いの？安いです、安いです。今流行りの高見え、あの安いけど高く見えるデザイン。高見えっていうの？高見え、うーん、だから安いものとかを買って、なんか高見えするバッグだねみたいな感じ。へ高見え、高見え、なんかなんだろう、最近その3コインズとかでもカバンとか売ってるんですよ、300円と、うん、300円、わかります？わかるわかる。3コインズとかやばいよね。3コインズってマジで高見えじゃないですか、そのインテリアとか、うん、確かに確かに、うん、これかもしれないですね、次来るのは。これだねプチプラでデザインも機能性も 高見え商品。だから100円ショップは明らかに安かろう悪かろうも、うん、まあ、そこそこあるけど、300円ぐらいになるとだいたいいいもん、うん、なんか問題ない、使っていて、うんうん、これだ、これです。3コインズ、はい、3コインズ、次来るの3コインズ。じゃあもう中国人の方みんな来たらとりあえず3コインズに行くみたいな。そうそうそう、そういうことで、そういうことで、うん、日本の未来は明るいよ。るい、インバウンドまだまだ売るものある、うん、よかったです、うん、このままなんかこう行くのかなとか思っちゃう。いや、ないないない、日本はやっぱ、うん、あのインバウンドに関してはやっぱ魅力あると思いますよ、うん、まあ、食い物うまいしね。あ、そうですね、オリエンタルな感じもあるし、まあ、東京大阪も近いから、
ね、こうすぐいろんな文化楽しめるし、うん、北海道もあるし、うん、沖縄もあるし、ね、まあ、いけるんじゃない、いろいろ、わかりました、はい、はい、じゃあそういうわけで、はい、君も年収2000万円 GO!